皆様、いかがお過ごしですか？ニュースキャスターです。本日も宝塚歌劇団の気になるニュースをお伝えしていきます。このチャンネルは皆様のチャンネル登録をお待ちしております。よろしくお願いいたします。では、気になるニュースです。15名のタカラジェンヌがクリスマスソングを歌う、12月11日発売のクリスマスドリームボックスについてお伝えしていきます。どのような方が、どんな曲を歌われるのか、紹介していきます。曲は全12曲収録されています。プラス、メイキング映像やインタビューが収録されたブルーレイやフォトブックとのセットとなります。ケトルレイブオンラインで予約された方にスペシャルクリスマスオーナメントのプレゼントがあるそうです。ケトルレイブでも先着順でもらえるそうですが、確実に欲しい方は、ぜひ、11月8日までに予約をされてはいかがでしょうか。以上気になるニュースをお伝えいたしました。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。